どうも、アタキャンプシンジです。今からちょっとキャンプ料理を作っていきます。今回作るのは豚肉と玉ねぎを使ったポン酢を使った豚肉のポン酢炒め、まあそのままですけど、それを作っていきたいと思います。最近暑いんでね、今の暑い季節はぴったりのさっぱりとしたものなので、ぜひみんな作ってみてください。じゃあ今から作っていきます。まずは下と上を切っていきます。そして半分に切ります。で次は玉ねぎを細かく切ります。千切りです。千切りっていうのかな、まあ、とにかく薄く。はい、次はタレを作っていきます。まず生姜、それを少し。次は砂糖、砂糖の好みの量、入れすぎたかな。で次はポン酢、はい、ポン酢を入れます。ポン酢もね、もう全部好みの量でいいと思います。いちいちね、測ってたらね、時間かかるんで、それがもう全部自分の好みの量、うん、ズボラだね、これが味。もうちょっと砂糖出してもよかったね。油を、まずは豚肉を入れます。ここでさっき作ったタレを入れます。今じっくり煮ています。さあ、玉ねぎの色がだいぶ変わってきた。だいぶ味が染み込んだみたいですね。玉ねぎ色変わったんで、これで完成。ね、いただきます。暑い時に豚肉の脂って結構きついんですけど、玉ねぎも入れてさらにポン酢も入れたので、思った以上に豚肉の脂っこさがなくなって、さらに生姜のおかげで少し締まりが出て、とても美味しく食べれます。材料も少ないんで、キャンプに持っててもいいですし、疲れて家に帰った後もそのちょっとした材料でできるんで、ぜひ皆さんお試しください。この料理は自分たち畑キャンプのブログと Amazon で出てます。キャンプで簡単に作れる男のズボラ飯で載っていますので、ぜひ見てください。それでは皆さん、また。はい、終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価につきましてはお忘れいたしますので、ハタキャンプの動画をもう一本また見てくれると嬉しいです。助かります。それではまたよろしくお願いします。
バイバーイ。